どうも動画ご視聴いただいてありがとうございます。だんだんとこう気温が上がってきてアイスコーヒーが飲みたくなる季節がやってきたので、今回はですね、絶品アイスコーヒーを美味しく入れるポイントというテーマでお話ししていきます。最初にですね、今回使うレシピ、続いて豆の選び方、豆の挽き方という順番でお話ししていって、最後に実際にアイスコーヒーを入れながら細かいポイントについてもお伝えします。今回の入れ方を真似して同じように入れていただければ驚くほど美味しいアイスコーヒーが自宅で簡単に作れちゃいますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではこういった、コーヒーに関する発信もしておりますので、よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは早速始めていきましょう。今回はこちらのエチオピアの豆を使っていきます。僕がコーヒー豆をよく買うお店については別の動画で紹介していますので、よろしければそちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。まずは今回のレシピについてお話ししていきます。今回は豆の量に対して大体 7.5 倍のお湯でドリップしていきます。ホットコーヒーの場合は豆に対して大体16倍のお湯を使うとちょうどいい濃さのコーヒーになるんですけど、アイスの場合はサーバーに詰めた氷が溶けてその上でバランスのいい濃さの、コーヒーにする必要がありますので、ホットの時よりもお湯を少なくして濃くドリップする必要があります。ですので今回のレシピとしては豆 20g に対して大体 7.5 倍の、150g のお湯でドリップしていきます。続いて豆の選び方についてお話ししていきます。今回僕は浅煎りのエチオピアの豆を使うんですけど、豆に関しては皆さんそれぞれお好きな豆を使っていただいて全く問題ありません。ただですね、アイスの場合はコーヒーの酸味成分が目立って感じやすくなるので、酸味が苦手な方は深煎りの豆を使っていただいた方がいいかもしれません。僕の場合はホットでもアイスでも、浅煎りの豆が好みなので、今回も、浅煎りのエチオピアの豆を使っていきます。それでは豆を 20g 量って挽いていきます。次にコーヒー豆の挽き方なんですけど、アイスコーヒーの場合は普段よりも少ないお湯で濃いコーヒーをドリップする必要がありますので、いつもよりも細かめに豆を挽くのがポイントです。そうすることでコーヒーの甘さまでしっかり出て、酸味のきつい酸っぱいコーヒーにならずに美味しいアイスコーヒーを作ることができます。ご覧の通り今回結構浅煎りの豆を使うんですけど、こういった浅煎りコーヒーを入れる時には特にこのポイントを意識していただけると美味しいアイスコーヒー入れられるようになります。それではこちらのハンドタイプのミルで挽いていきます。1回で 15g までしか挽けないので2回に分けて挽いていきます。コーヒーサーバーの中に大きい氷を2つほど入れていきます。氷を詰めたらドリッパーを置いてその上にフィルターをセットします。フィルターをセットしたら先ほど挽いたコーヒー豆をセットしていきます。20g 分セットしたら軽く振って平らにしてあげます。それでは実際にドリップしていくんですけど、今回はですね、だいたい 150g のお湯をですね1分半から2分ぐらいかけて、時間をかけてドリップしていきます。そうすることでしっかりと甘さ成分まで出て、酸っぱいコーヒーにならずに美味しいコーヒー作っていけます。まず最初に 50g ぐらい注いで、軽く蒸らします。うっかりちょっとタイマーをオンにし忘れてしまったのでプラス15秒ぐらいでカウントしていきます。
good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. しっかりと甘さを出すためにゆっくりちびちび注いでいきます。これで最初の15秒分を考慮すると、だいたい1分半から2分以内に注ぎ切ったことになります。これで落ちきるまでしばらく待ちます。今持ち切りました。これでドリップの方は完成です。これでグラスの方にも氷を詰めて注いでいきます。それでは実際にいただいてみます。めちゃくちゃ美味しいです。本当にエチオピアらしいフルーティーで華やかな酸味がありつつも甘さがあるので、酸っぱいっていうほどには、なりすぎず、アイスでもエチオピアらしい、美味しいコーヒーが入れられたかなと思います。今回の方法でアイスコーヒードリップしていただければ、本当に美味しいアイスコーヒーがご自宅で楽しめるようになりますので、ぜひ試してみてください。もし今回の動画気に入っていただけましたら、いいねもしくはチャンネル登録の方を、していただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。